こんにちは、こんばんは、レイです。おはよう抜けてた。今回ね、話す内容は、自分のね、女性の友達が一人、ね、いまして、前にもね、何度かその方が今婚活してまして、結婚相談所の方登録をして、まあ、何名かね、男性と会ったりということで、まあ、現実を、まあ、見せつけられて、しばらくまた婚活ちょっと今疲れたということでお休みをしてるんですが、仕事先で、年下の男性に知り合ったそうです。そして、2回ぐらいなんかデートみたいな形で行ったようでして、ただまだ本命にはなっていないというところで、まあ、どういうじゃあ人なのかというと、まあ、彼女が今ねアラフィフなわけですよ、まあ、50ということで5歳下の男の人と知り合ったということで、まあ、45歳の、独身未婚の、初婚の男の人ということしか聞いてないんですね。でね、なんかその女性がね派遣なんで、同じ派遣会社で、要は派遣社員っていうの、まあ、派遣アルバイトだろうね、で入ってきたらしいんだけど、まあ、すぐ辞めちゃったらしいんですよ男の人なんだけどね。でまあ実家住まいで、借金はわからないですけども、実家住まい、車なし、車持ちではなく、仕事を今無職ということ でただね、話をね聞いたりする穏やかな感じのね男性で、だから女性の話をよく聞いてくれると、愚痴をたくさん聞いてくれると、で非常に優しいと。ただね、やはり金銭的な部分で金がないんで、どうしてもやっぱりラーメン屋だとか、チェーン店のラーメンのやってるところですっごい安いんでね、一杯ワンコインとかで、食べれたりするんだけど、そういうところはやっぱり、ね、食事行ってしまって、その女性はそれは事情わかるんだけれども、そういうところは嫌だよと言っても、まあどうしてもなんかね、そういうところへ連れてってしまう方で、あまりそういう部分では人の話を聞いてないということで、まあ、その辺ちょっとね、気になるということは言ってまして、仕事の面と金銭的な面と、まあ、デート中のそのね、これがしたいあれがしたいと言ってリクエストしても、まあ、完全にそれをトレースしてくれないというところがあるようですね。まあないものねだりというか、まあ、あまりね相手に多くを望むというのはどうかなというところもあるんですが、まあ、最低限のところで、そのぐらいはまあ普通の男の人だったらできるでしょっていうところがちょっと足らないのかなというところで、俺は分かんないですね。それはいいとも悪いとも言ってないですからね。その方の人生ですから、でその男性を選んだのもその彼女だし、その男性も、まあ、自分の今のその生活が、ね、仕方なく、まあ、やってるとは思うんですけども、なんか焦りとかそういう仕事を探すとかっていうのももう今焦ってないという、まあ、マイペースな方非常に、だけど逆に言えばね、マイペース、何が起きても冷静でいられるというのはまあいいのかなと。で今コロナのねこの時期ですから、余計焦ってもいい仕事なんて見つかるっていうのはね、確率はだいぶ下がってると思いますんで、でその方ね、その男性の方はまあ俺以上に結構仕事バンバン辞めてる方で、まあ、どういう意図があって辞めてるかは知らないです。俺も会ったことがないんで、だからその人のことをどうこう言うつもりはないですし、そのね、だからその人がダメだとかも言ってませんからね、一切そういうことは言ってませんので、その人の人生ですから、その人がそれが正解であれば全然正解な、話ですからね。でそういう人が嫌だっていうんであれば、その女性もその方との絡みをやめるわけなんですけども、やめてないんですよ。仕事は辞め、ね、仕事もなくなって無職だけど車も持ってないし、ね、ラーメン屋ばっかり行くけれども、それ以上にマイナス面よりもで何かいいとこがやっぱりあるから、そっちの方が勝ってしまって、今その方が恋人候補になっているという状況みたいですね。でなんかどうしようかなみたいなことも相談はされたんですけど、でもね、俺の人生とは全く関係ないので、ね、その人がいいって言うんだったら行けばいいし、ね、まだ迷うとこがあるんだったら、このいくつかある自分の中でのこのハードルっていうか課題の部分をその方がクリアしてくれるのを待つっていうね、うん、ことでもいいしっていう、またはいろんな選択肢をね、こうじゃないのっていうところだけは、ね、押し付けではなくて、こうだったらこうだったらこうじゃないかなっていう部分ではお話をしました。
まあ、何よりもね、あの女性というのはやっぱりその自分の今思ってる悩んでることだけを聞いてきて解決策は望んでないんで、だから解決策をくれということはそこまでの究極の解決策をくれとは言われてないんで、どう思うどう思うっていうから、あ、俺はこう思うよっていうのを返して、意見を述べさせていただいたというところがあるんですね。やはりね、その方がやっぱね、もうアラフィフですから、どうしても60代70代の男性から多くのお申し込みをいただくということで、なんかね、結構資産のある方とかも来たらしいんですけども、やっぱりその金じゃ ないし、愛せなければやっぱりそのね、介護とかもできないですし、やる気にもならんと、気持ちが入っていかないということでしたね。で、多分ね、女性に多くの問題、これね、関わってくるんですけども、年齢がいくと、あの月1のものが終わりますよね。あのいわゆる閉経と呼ばれるもので、あのこれね、あの更年期障害とかをなってしまうと、まあ、その方なってるんで、あの欲がなくなるらしいんです。そういうこと、そういう行為っていうね、ラブラブなことがしたくないと、ね、要は手をつないだりそういうのはいいんだけど、添い寝とかはいいんだけど、まあ、それ以上の性交渉とかになってくると、あの全くそういう気が起きないということで、それを要求される男性っていうのはあのダメみたいですね。だからそれはだからどうしたらいいのかなっていうので、後々そういう話になった時にそれを言うと、大体男性の方が去っていってしまったりするということもあったんで、それはでもね、大事なことですから、隠して一緒になるというのは良くないですから、まあ実はこうこうこうで、あのそういうことがあると、でもそれでもね、好きでいてくれるんであれば一緒になれるわけですから、どうしてもそれが引っかかるっていうんであれば、その人の人生ですから、それがダメっていうんで、 NG っていうんであれば NG になるわけですから、それはまあ言った方がいいんじゃないか、相談ですよね。お互いの体の、ね、コンディションっていうのを把握し合う。だって把握し合わなかったら一緒になる意味がないですからね。隠し通してね、隠し通してもいいんでしょうけど、俺はあんまり推奨しないですね。やっぱり相手のね、方の体っていうのは大事ですから、そして年齢が重ねてね、年齢が重ねていくほど、まあ、そういった病気だとか、そういうね、コンディションっていうのが、まあ、落ちてくるわけじゃないですか。で、何かしら病気があるんであれば、やはりそこの部分を考慮して手伝ったりとか、気を使ったり気を配ったりっていうのがね、必要になってくると思うんですよ。だからそういった意味で、相手を思いやるという意味で、相手のね、もう心と体のコンディションは理解しておくというのは自分は非常に大事だなっていうので、まあ、そういうね、まあ、下ネタ的に、ね、いう話になってしまうんですけど、ネタではないんでね、あのそう、下の話っていうのも実はちゃんと自分は高校祭の際にちゃんとしてます。その辺はあの聞きづらいとか恥ずかしいとか、もうそういういい大人ですから。で、そしてましてや人生を共にするんであれば、そういうことはきちっと開示してお互いに理解し合って、それが理解できるのか、そして対応できるのかというところが、まあ、ネックになってくるんじゃないかなというふうには、ね、思ってます。で、その辺はまだね、その若い男性の方とも話してないみたいで、なんか一応実家のね、両親はあのいなかったみたいで、その家だけは見せてもらったと。なぜかね、なんだかよくわかんないんですけど、実家ここなんだみたいな、ところで、それもなんか、行ったよと、家も見ました。ただ車がないんで、まあ、やっぱりバブルからの、まあ、流れで、どうしても男は車デートっていうのが、その女性の中では当たり前になってるようなので、どうしてもそれがちょっと残念ではある。ただ2回出かけた中で全部電車で、あの都内の方まで行かれたということは言ってました。うん、まあどうなっていくのかね。友達ですから、一応ね、その方が不幸にならない、ね、ことを祈りながら、まあいろんな報告とかも聞きながら、またね、今度飯行って、その辺の話もね、聞こうかなっていうふうに思っております。一応このアラフィフの女性の婚活事情というのが今こういう状況になっていますよと。年下の男性で、ね、知り合いましたけど、今こういうコロナの時期ですから、まあ、その方はコロナ関係なしで辞めちゃったみたいですけど、やはりそういう、ね、厳しい経済状況の男性っていうのも、まあ、中にはいますよと。たまたまそうなっちゃっただけで、あの本当はいい方だったかもしれないんで、その年収とか、ね、収益だけで、あの相手を選ぶとかっていうのはあまり二の次にした方がいいと思います。このピンチをいかに一緒に協力して切り抜けられるかどうかというところ、協力できて生活できるかどうかっていうところを見た方がいいんじゃないかなというふうに思いました。まあ、なんとかね、幸せになってくれることを祈っております。それでは皆さん、ごきげんよう。
じゃあ。